ようこそ韓国は初めてだよね。ではロシアでの防弾少年団と EXO の人気を伝えた。最近韓国で放送された MBC エブリィチようこそ韓国は初めてだよね。にはロシア出身の女性スベートラーナがゲスト出演した。スベートラーナの友人3人がロシアで韓国旅行に来た。制作陣がロシアから来た3人の友人に好きな K-POP スターを聞いた。ベギナはシニーのミーホと答えた。エレナは EXO 少女時代が好きだと答えた。スベートラーナは防弾少年団と EXO の人気がロシアでは半端じゃない。EXO のファンが10万人を超えると伝えた。